おぉネットキャリーネットキャリー、まあ、それは初めてネットキャリーねえ、いいよな、死ならないよ。棒打ってるよ、棒。君たちの方が打ちやすいもん。なんで？俺の今年のだってさっきちょかった。君たちの方が全然打ちやすいよ。っていうか柔らかく感じる。やっぱ柔らかいよ、君たちの方が。柔らかいと思う。気持ちいい。なんかアスリートとかね。開いたね。珍しく上に開いたね。こいつがシャウトがタラコ勝ちじゃない逆。振りはあるでしょ、前よりは。前よりは、早くなってる。約261の、うん、こっちの方に行くのかな、俺もしかしたら。切り早いかも。切り早いに行く、うん、あー、かしこまってる。重さがあるから。ね、振り方がそんな感じなの。ぐるぐるが終わったら、うん、あーショック。飛ばし健在だ。俺の飛ばしはまだ健在ちょっと待って、今回ってるの自分で言ってんの。回ってるけど聞こえてない。あ、そう。ちょっとヘッドバランス出してもいいのかな。ねえ、俺の振動数の測り方したら全くしならないから。
そーっと硬いよ。なんかおかしいんだよ、打ち方が。なんでよ。なあ、こんな数字出るん出ないよな。出ない。え、何？あ、送っちゃったんだ。俺だ。おかしいんだよ、だから。そしたらヘッドバランスもうちょっと出そうかな。いバランスあんの？E0 ぐらい、前後。近くあってさ、あ、違う違う、これシャフトがちょっと違いすぎるから。いや、言うたのが打ちやすいんだよ。それも硬い。それが分かんないね。それはやっぱデータ的に俺が切り替え、俺が切り替え必要いから。だからさっきジャンボさんがガッと切り替えを見始めたら、あれも完全に似合ってきた。で、これ一発打ってからちょっとやってきます。3点だ。圧倒的に試合戻しはだってあるし、もう天ぷらでしょ。すぐ距離こっちも一発いったから。どうぞどうぞ。勝ちはいいね。そしたらもうちょっとバランス軽っ。逆にじゃん。いや、だから別に振らなくていいよ。普通にね。ちょっとドローのイメージ変化したある。うまいもんだな。ほんとうまいもんだ俺。ゲロンディア置いてくる。ドライバー曲がんねえもん俺。ゲロンディア置いてくる。来た。みんなの番号。
緒に出だした。うるさいな、本当に。久々打っても曲がらない。ちょっとね、バランス出してきた。出しました。バランス出してきて、手元も落としてきた。いや、まあ、それすごいわ。何か？それ、ダスティン・ジョンソンのクラブだよ。確か安定してるよ。大体場所はあってきた。これ、あの、輪っかに入れちゃダメなんだ。そういうこと。ワックレターズがハテナを起こすから。だからお前入らないの。そう、俺一回ワックルこうやってこうやって入れてたじゃないですか。今入れてないから。あ、ちょっとあのそれ今のね、やっと切り返してシャフトになった。今ので、ね。うん。今のでやっとだよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。確かに硬いね。いや硬すぎだよお前のは。あれ？皆さん打ってこれ。いやあんまスッチャー言わないで。曲がんないのが売りなの。これじゃん、これじゃん。はい。数値を出しに行ったよ。すっごい軽いですよ。軽い軽い。いやー、前行ってない。あ、でも落ちてないか。いや、行ってないわ。あれ？ジャスティン・トーマスのイメージ。背中に当てたな、シャフト。軽いですもん、これ、多分。これでも、あれですよ、いけないよ。一回もそれやろうかな。これ軽い。軽い、すっごい軽いです。皆さん、これじゃあやって。テッドの軽さだけ、あ、じゃあ、ほら。いや、テッドの軽さだけ、ほら。こうやって。僕、一回シバレやろうかな。僕今グリーンは超えてますよ。超えてないよ。いや、感触は。これじゃ220ぐらいしか飛ばないよ俺。ほら。本当長さだけで飛ばす人なんですね。いや本当。それ43ぐらい。43、多分 42.25 なんで。
でも今ピンキャリしてるよ。いやだから軽いから振れるんですよ。おかしい。だからちょっと路線変えようかな僕。だから47って縛られするのかな。僕だからイメージジャスティン・トーマス。なんでそんな短くてそんな飛ぶの。でだから軽いから。ドロップキック具合だよ。まあ、確かにそれでスイングスピードアップ。スイングスピードアップ、自分で早く振れる感触があるんですよ。じゃあ俺と一緒じゃん。ちょっと待って。こんだけで運動量ができればの話ですよ。トーマス。ちょっと暴れ出した。昔のここに戻ったね。でもちょっと早い。だからあれなんじゃない？ちょっと長いのに慣れすぎちゃってて、その長いののスピードに合っちゃったんじゃない？今まではさ、やっぱちょっとヘッドスピードブンってさ、短いので長くしたらその長さの効力があったけど、はい、練習の時短くの使ってるっていうのはありじゃない？もうあれです、迷宮から出れない。いや迷宮から出れないよね。それはもういろんなクラブ使ってきちゃったからさ。もう俺はだってもうほんと何ヶ月ぶりに打っても球曲がらないもん。これ残念ながらほんと曲がらないだろ俺。最初の測定するとき一発ちょっと右曲げたけど。自分に暗示かけてるでしょ。曲がらない。いやでも曲がってないもん。なんでだろうね、プレーないのにね。もう返す言葉がなくなっちゃったよもう。今ので普通にポンって出したら、ね、見たくない。宮下さんの打ってんじゃん。あら、いやだからこうなるときはなんかあるんで、おかしい、入ってくるとかおかしいとき。コメントできない。じゃあ調子に乗ってる人のドライバー。いや調子に乗ってない。いや本当に調子乗んだと振るよ。じゃあ振ってくださいよ。振っていい。宮下さんがね、振るよって言ったとき、大体分かってるけど。分かってる？うん。右の怪しい、右の怪しい。ほら！球捕まってるからね、ここで。ここで、俺、球悪い球じゃないよ、これ。ほら。いや、ほらって言うと、距離が飛んでないよ。危ないよ、今の。260だもん。そう？キャリー260だ。天ぷらだと思ったでしょ。天ぷら。打ち出し角、打ち出し角は？多分、打ち出し角20度あると思う。18.7 しそうじゃん。これ以上触れないってくる。これ以上触れない、これ以上触れない。強さスイング、カモンローリー、カモンローリー来ちゃったよ。今のがローリーマキロのスイングね。でも268だ。あれ嘘、ふざけてる。マキロイプッと来たらやっぱそのくらい行
ぐらい。ああ、俺も自信なくしちゃったもん、僕。自信なくした？相当自信なくしたっす。これをドライバーアーニエルスにしたら。アーニエルス、オッケー。220ぐらいのキャリーになっちゃう。じゃあフェアウェイだと大洗の一番用のアーニエルス出して。オッケー。ラインだし。それはね、大洗の3番ホールに使ってもらいたいな。あの1番じゃ使えない。でもやっぱ長いからさ、ああやって振らなくても240キャリーしてるよ。俺飛ばし屋だわ。言っちゃった。全くあの筋肉使ってなくてな。筋肉を全くあの冬眠させて。デュータと小暮はさ、測定できないのあるじゃん、たまに。うんうん、何だからこれなの、ルーティンじゃないの。分かんない。オンプレーに入ってきたら測れない。今のじゃ宮下さんと小屋でしょ。いや、そうなんだ。小屋でしょ。ほら、これあれだよ、宮下さん専用のあれじゃない。いや、これね、厳しいってこと。違う、200。いやいや、厳しいから自分がすごいって言ってるんじゃない。俺これ厳しいと思いますよ。なんかバンタビ260にセットされてんじゃないかなみたいな。じゃあ頭きたから打ち方変えよう。変えられるの？ちょっと違う打ち方ね。勝ち上げ？ちょっと勝ち上げするには下半身がちょっと弱ってきてる。右サイド使った系のやつ。絶対見ない。絶対見ない。ダメだ。ダメだ。もう見してくんないよな。いや、ありのままを行こうぜ。ありのままを。ありのままの。これね、言っていいっすか、うん、スイング壊す。いや、ダメじゃなくて。いや、違う、だから、ダッシュ、数値を出し行こうと思って測るからダメなのよ。要は、プロの試合でトラックマンとか測ってるように、18番ホールとかに置いてあるように、普通にライン出して、パンと打った時に、いかにどういうデータが出るかっていうのが大事なんだから。OK。これをどうやったら飛ばせんだろうとかっていうのは必要ないと思う。なんか自分が数値出るかって余裕だもん。もう余裕だもん。いや、本当にこうだから、もうホールをイメージしてさ。オッケー、じゃあ何番ホール、うん、どこの何番ですか。じゃあ大洗の18番。大洗の18番、触れないじゃん。ちょっと待って。オッケー、もう大洗の18。そしたら左のバンカー越えていくイメージ。そう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 。ちょっと待ってね。なんか今ヘッド動かしてた。だって大洗の18番。え、じゃあ大洗やめとく。じゃあそこにしよう。和合の18番にしとこう。和合の18番。俺ら回らないけど。え、和合の18番なんか右警戒しちゃってダメだって。いや、だからいや、そのくらいで普通でしょ。オッケー。それ練習場だから、どこでもいいやってやるから、おかしなスーツになってくるんだから。やっぱコースイメージしながら振っていかなきゃダメよ、ドライバーの練習なんか。おかしくなっちゃった。おかしくなっちゃった。おかしくなっちゃった。ワックルさせちゃダメですね。え？ワックルさせちゃダメ。ワックルダメよ。こう見えたか、うん。だからこうか、一発打たなきゃダメだと思ったこれ。うん。ジョーさん、なんか持ってきたシャフト。